CM 出演のもう一方ひろゆきさんをお呼びしたいと思います。ひろゆきさん、どうぞご登場ください。よろしくお願いいたします。お願いします。すごい、 T シャツのロゴに、本当だ。あ、本当ですね。ひろゆきさんが今映ってらっしゃるモニターは T シャツの中に埋め込まれてますので、すごい、今 T シャツつけてます、はいはい、顔がある状態です。ひろゆきさん、現在アメリカから登場ということで、どちらに今いらっしゃいますか？アーカンソー州っていう母校があったところに来たりします。あ、今そちらお時間は何時ぐらいですか？今、11時14分とかですね。夜の、あ、遅い時間にありがとうございます。はいはいはい。先ほどご来場の皆様には新 CM ご覧いただきましたが、ひろゆきさん、撮影を振り返ったエピソードなどありますか？いや、なんかそのセリフを覚えるとか、なんかそのダンスに混じるみたいな、僕の人生で全く必要がなかったことをやらされたんで、すげえめんどくせえな、なんだかなってやってんだろうなって自問自答してました。難しいなではなくて、めんどくさかった。皆さんでね、今この会場にいるみんなで CM ちょっと見たんですけど、そんなにセリフ多くなかったですよね。なんかそのセリフを喋ることに面白さを感じられなくて、なんでこれやってるんだろうなって。でもそのナチュラルな、ひろゆきさんの反応だったりとか、そのセリフの感じがすごい、なんかひろゆきさんらしい感じ、らしさが、が出てそのまんまって感じ、ね、そのまんまが素敵でした。さすが優等生。はい。CM ではね、いろんなデザインのロンパ T シャツというものが登場したんですが、その中にはご自身の似顔絵が描かれた T シャツもありましたが、それに関してはいかがですか？いや、これでも喜ぶ人いないと思うんですよね。描いてる人は喜ばないと思って描いてると思うんですけど。喜ぶ人いないですかね？いや欲しいですか？だって実際これ、僕とも着ないでしょ、ユニさん。いや、ちなみにですけど、僕今着てるんですよ。セルって偉いな。写真撮らせていただいてまして、なんかね、この感覚的なことを言わせていただくと、ちょっと守られてる気はします。はい、なんか変な絡まれ方はきっとされないんだろうなっていう。なんかそんなやばいやつだと思われますからね。あ、すごい。あ、でもね、可愛いデザインになってますよ。可愛いですね。はい。で、このようなね、グラフィック T シャツっていうのをひろゆきさん普段あんまり着用されないと伺ったんですけども、 CM 内で着てみていかがでしたか？はい、僕地味な服が好きなんで、そのなんか色が多いのとか、そのなんかキャラがいるのとかってあんまり着ないんで、ちょっと不自然な感じでした。不自然な感じ。もう改めて今ここまでお話聞いて、なんで CM に起用されたんだろう。すごいね、こんなネガティブコメントいっぱい言うのなかなかすごいと思うんですけど、まああくまでご自身の趣味ですからね。確かに、そうそうそう、好きなのが作れますもんね。そうです、そうです、オリジナル T シャツが。そうです、そうです、はい。で、普段はね、無地の T シャツ派というひろゆきさん、この CM の出演を機にぜひね、もし気に入ったデザインがあれば、それかもしくは気に入ったデザインがなかったからこそ、ここで好きなデザインを作ってもいいかもしれませんね。確かに、自由に挑戦してみる可能性ありますかね？多分無地で地味なように見えて、うっすら字が入ってるけど近づかないと分かんないみたいな、そういう性格のあぶりのを作ると思う。なるべく無地寄りな感じでね、作られるかもしれないということで、はい。ひろゆきさんに伺いたいんですけども、先ほどロンパ、自分のロンパ T シャツがこんなもんいるのかみたいな話もされたり、いろいろおっしゃってましたけども、そもそもそのご自分のそのロンパってものがこうやって絵になったり、字になったり、あと何かとネットニュースでその論破したされたとか、なんかいろいろ相変わらず出回ってるこの風潮とか、この流れに関しては正直なところどう思われてるんですかね？僕自分で言ったことないんですよね。なんで僕以外の誰かが決めたイメージを皆さん勝手に広めてるんで、そういうもんなんだなと思って見てます。それ楽しい、今笑われてますけど、それぶっちゃけ楽しんでるんですか？今でもその辺はどうなんですかね？そのなんか僕自身とは関係ない、なんか僕はそういうことを言いそうだというキャラクターをみんなで多分育てて、いや、沿ってる感じなので、へえ、そうなんだっていう、外から見てる感じですね。先ほどメンバーの方からその AI の、なんかひろゆきさんの AI の音声うんぬんって話が出て、まあ、昨今その、ね、変な、SNS のネット広告だなんだ、勝手に作られるだ、AI だなんだっていう、もろもろ問題出てますけど、その辺ひろゆきさん、どういうふうに受け止められてますか？その AI で音声作るのがどうなのかっていうので、その映像の著作権とかで入るんだとも見てますけど、多分時間の問題で同じようなことをやる人が出てくるので、なのでそれだったら早めに手をつけておいた方が、未来はこうなるよっていうのが分かりやすいんじゃないかなと思ったと思いますけど。止めるんってことは特にする気はないですか？止めるの不可能なんで、システム的には。なのでそのなんか嫌がらせをしてゆっくりさせるぐらいはできるんですけど、最終的にはそのなんか人の声の権利とってないよねってことになるんじゃないかなと思います。わかりました、ありがとうございます。